それなんかそうやな、なんかその話この前したわ。でもなんか学校で北海道の女の子が全然北海道弁になれへんねっていう話をして、関西の人は東京に弁にならなさすぎって言うよね。なんかああなるほど、確かにね、染まらない他の地域の人はちゃんと標準語使いこなしてるもんな。で地元に帰った時だけその出るみたいなさ、けどまあ なれへんわ、全然なれへん。関西弁になんか誇りを持ってるんでしょう扱いにされると逆にちょっと面倒くさい。そういう感じでもない、そういうことでもないよね、別に。本当に関西の人はなんか関西が好きやからなんかその誇示してるというか、あえてのみたいな、全然そういうことではないんやけどな。なんかそうなってしもてるだけで、じゃあ俺そもそもその土地の、土地に関するエトセトラがすごい嫌いなんよ、もう俺なんかじゃあ例えばどこに住んでんのって言われたりして、三茶と学大の間でとか言うやんか、住みやすいとか聞かれたらポーって住みやすい町の意味が全然分からへんし、なんかあの地元が好きとか、なんかそういうのとかもあんまし意味が分からへんねん。地元が好きはええやんか。地元が好き、地元が好きかな、地元好き、地元が好き。辻君って地元好きなのって言われてどうすんの。地元嫌いっていうことってあんの。地元、いやでも、まあでも大阪好きとか思われがちじゃない、なんか大阪の人って。なんかで横浜の人は横浜好きらしいね、めっちゃ。横浜に住んでる人めちゃめちゃ横浜好きで、どこ出身って言ったら絶対神奈川ってやつに横浜って言うらしいよ、絶対横浜の人は。あ、俺そういうの全然わからなくて、大阪は、まあ、健太で言うと滋賀好き。いやー別に、なんか好きとかなんかそんなないな、まあ、知ってる人いっぱいいるからな。そういやそれだけやねん、そう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 、だから全員こっち引っ越してくれたらもう二度と帰らへん。あ、そうやで、そうそう、だから全員が大阪の友達は全員こう鳥取に行きゃ鳥取が好きやし、なんか町へのさ貴族意識みたいなの持ってる人は持ってるやんか、なんか。ああまあアイデンティティの中にちょっとその出身、どこ出身っていうのが組み込まれてる人はいるよね。だって俺らだってなんだかんだ言ってると日本人っていうのを彼は逃れられへんやんかみたいな感じで、もうなんかめっちゃちゃんと関西人をアイデンティティにこう組み込んでる人いるやん。おる。いや俺はでもそれが鬱陶しいね、結構なんか、あのデッセ万年関西人デッシャロー的なことはガンガン投げてくる人おるやんか。おるおるおる。なんかそういう人と東京で、でも東京で関西人って多いやんか、めっちゃこう、ワッツアップみたいなどうよブローって なられてもう嫌やねん俺は。なんかいや、そんな俺の中でアイデンティティとして関西が強くないでっていう、で俺とか強いと思われがちなんかな、やっぱしべしゃりがこんなんやし、なんか関西人関西人した おしゃべりするやんか、いわば芸人さんみたいな、だから余計そう思われるんかもしれへんな、なんか。まあそうやな、なんか関西アイデンティティがだいぶこう組み込まれてる人がなんかやたらと関西にいるちょっと変なおっさん、おばはんの話とかしたがるやん、したがるなそういうのしたら喜ぶと思ってるしな、全国全国区ではやってまうけどな。いやだから自然と、だとはいえ好きなんかもしれんけどな俺も。でもなちょっとほんまにあの住みやすい街とかそういうちょっと軸は俺全然分からへんね。住みやすい街のは分かるやろ。ある今時住みにくい街なんかどこ行ったってスーパーはあるしコンビニもあるしなんか公園もあるし、いやそんななんかアイリン地区とかを除いてどこも一緒やん、東京なんか別にどこに住んでも住みやすさ、あとはだから自分の職場との距離とかはそれぞれに考えなあかんけど、まあでもある住みやすい住みにくいとか、俺はお弁当をよく食べるとかそういうことじゃないのも。お弁当屋さんが近いみたいな。そうそういうこと。いや分からへん。いやでも確かに言われてみたら別にどこも住みやすいし。どこも住みやすいやろ。住みにくいとかなんかないそれ。ほんまにだから山奥とかさ。あと通勤がやだらなかかるとかそういうのはちょっと置いといて、そうやな、東京って言い出したらもう一緒ちゃう、もう一緒やろ、確かに、はい、まあ、じゃあそういう関西アイデンティティ、アイデンティファイな2人がお送りする関西人やからってなんか必要以上の親近感を持って接するのはやめてくれっていう関西人、東京の関西人の俺は言いたいね。その関西アイデンティティの人たちがビッグアップってやりたがる、こう「Hey, what's up, yo, man」ってやりたがるのはドートンボリー、そう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 
通天閣っつっていや、おはようみたいなグリコの顔グリコの顔とこうしてみたいなのはそういうこうアメアンみたいなあのちょっとこう面白おかしくおしゃべりするわけ、そうそうそう、人でしかもそれがこうなんていうのわーってこう前に出る人たちみたいな、あのじゃあ引き寄せてるんや俺は、そうそうそういう人が好きなんやと思うね、ああいう人たちは、あそうか、あだってなんかこうコテコテの関西人やで俺みたいな、なんやったらこのグループの中では面白いやつやと扱われてんでみたいな、そうそうそうみたいな人って大体ちょっとそういうなんかこう、そういう人のとこに寄っていくやん、まあ、そうやな、思ってるほどこっちは社交性ないからな、そういうのからこうでももう盛り上がっていける人たちっているやんか、そういう風にやっぱこう俺らも変わっていった方がいいんじゃん、この年になってまだ変わった方がいい、あだ名がラオウに変わるようなことになってから、うん、やっぱそれがいると思うで、やっぱちょっと、ね、こもりすぎてんやと思うで、うん、なるほどね、うん、だから俺らもこれからもう伝年万年伝年万年、うん、やっていかない、おはようございます